はい、もしもし。はい。こんにちは、また。私の鶴見と申すんですけど、また。はい。YouTube で見てちょっとお電話したんですけど、はい。どんな内容でございましょう。私ちょっとちょっと病気が出て、総合学会って言うんですけど、ちょっと脳梗塞のことが出て、脳の病気が出てありまして、それで学会って言うんですかね、ちょっと深夜にすぐらって入ったんですけど、どんどん悪いことばっかり起こって、どんどん病気ばっかりしてなんか、どんどんこれ悪いことばっかりやって困ってるんですから、それはもうね、一刻も早く学会をやめて、そしてその偽本尊をもう、本部に返して、そして周りにはもう学会やめるって宣言をして、そして私と一緒に日蓮宗宗のお寺に行って、日蓮宗宗に入信することですよ。お住まいはどちらです？どこ茨城？茨城です。茨城ね。そしたら、頼りになるメンバーがいますから、その方から連絡いくように、段取り取りますのでね。その人に、誘導してもらいながら、日蓮召集に入信する方向で行きましょう。はい。難しいですか？いや、難しくないですよ。とにかく、宗家を辞めさえすればいいんです。できます、できます。ただね、地域の、人に返そうとすると、いろいろああだこうだ面倒くさいので、学会、信濃町本部に郵送で送りつけちゃえばいいんですよ。信濃町本部ね、そうなんですか。でね、証拠残しておいた方がいいから、今、U パックっていうのがありますね。U パックだと一番安いし、U パックだと、控えがちゃんと残るから、それでね、送りつけてやればいいです。はい。それでもう脱会ですよ。あと、政教新聞をもう取らない。それから、財務は絶対、まあ当然のごとく財務はやらない。それと、当然、公明党の応援は絶対にしない。まあ公明党の応援ってだって、まあね、政党は自由っちゃ自由ですけども、ただ、F 活動、総学会員として F 取り活動みたいなことは絶対にもうそこに乗っかっちゃいけないってことね。あとは、あなた様が他にもし持ってるようなお守りとか、もし仏壇の中に仏像とか、そういうものがもしあるんだったら、そういうのも全部一切、処分しないと、日蓮宗宗の信徒にはなれません。その辺も含めてね、頼りになるメンバーから連絡行くようにしますよ。じっくりお話聞いてもらってさ、で納得した上で一緒に一蓮宗宗のお寺にその人行ってくれるから。そうですか。ああもちろんいますよ。全国にもう YouTube 見て宗家辞めた人、顕彰家辞めた人いっぱいいますから。それみんな私と同じグループですからね。大丈夫ですよ。じゃあ、とりあえずね、これから連絡するように段取り取りますので、はい、ちょっとしばらくお待ちください。よろしくお願いします。はい。じゃあ、知らない人から電話行ったら、それ、切らないで出てちょうだいね。はい。お願いします。はい。はい。はい。まあ、こんなことは。こういう電話結構多いんですよ。多いですよ。もうね、もう草加はね、もうボロボロ。